堀川バスの一般路線バス。肌色に青色と赤色のライン、紅白のストライプは、堀川自動車時代から変わっていない。堀川バス株式会社は、福岡県八女市本町一の302のに本社を置く路線バス事業者である。経営理念は、最高のサービスで社会へ貢献。債務整理などのため、 路線バス事業は2008年8月1日付で、新規設立された同盟の新法人に移行しているが、本記事ではそれ以前からの経過を含めて記述する。また、同日付での事業譲渡により、脱資本系列の貸し切りバス事業者となった、堀川観光バスについては、堀川観光バスを参照のこと。現在でも、主力となっている。 路線バス事業は1929年より、堀川久介らが創業した、合資会社、会心社の名の下で黒木で、乗り合いバスの運転を開始したのが始まりである。その後、1932年に、正式な会社組織となり、1935年に、野号を、堀川自動車と変更した。その後、 近隣のバス事業者を買収したり、タクシー事業を始めるなど、バス事業を中心に事業の拡大を進め、1973年には、称号を現在の堀川バスと改めた。本社のある、八市を中心に、福岡県の筑後地方五市一群で運転されている。1999年と2006年、2011年に、 大規模な路線の開廃を行った。幹線である羽屋線を含め、路線の多くが、沿線の自治体から補助金を受けている状況であるが、2008年の横山線の路線延長や2010年の広川町内の運行エリア拡大など、自治体と連携した上での新規路線や、2011年には、編春線の平山温泉延伸を行い、 新規需要開拓にも力を入れている。貸切バス事業に関しては、上期の経営拡大をする中で1951年1月から営業を開始した。バス事業以外で本格的な経営拡大を図ったのは1960年代以降で、自動車整備、販売、保険代理店などの自動車関連業や、飲食店経営、タクシー業など様々な業種に手をつけた。 中には J フォンの販売代理店 J フォンショップの営業もあった。しかし1990年代前半より自動車関連業を株式会社モリティスとして子会社払い下げをしたり経営していた飲食店を閉店して貸しビルとして貸し出したりするなどバブル崩壊後に失敗が相次ぎ様々な試行錯誤が続いている。 路線バス事業の赤字が続く中、貸切バス部門の収益による内部補助で経営を維持する形となっていたが、貸切バスの分野においても規制緩和に伴う競争激化により収益が減少し内部補助も難しくなった。このことから路線バス事業の継続を図るため、2008年に貸切バス事業の売却による不債圧縮、 路線バス事業の新設法人への移管による負債の分離を中心とする企業再編を行うこととし、同年8月1日付で、堀川バスの出資により、同名の新法人を設立して、路線バス事業をこの新法人に移管した。これに伴い、貸し切りバス事業部門についても、同日付で、福岡市内で自動車学校などを運営する。 マイマイグループへの売却が実施され、同グループの出資により、新会社堀川観光バスが設立されて、事業を開始している。残る債務は、堀川バスが承継し、金融機関側の再建放棄によって整理する、方針とされた。八女地区では、八女営業所のほか八女市黒木町に、黒木車庫、同星野村に十加車庫、 道矢部村に福取車庫を設置している。黒木車庫には乗務員基地機能や整備施設もあり、乗駐車も配置されている。以前は給油設備も存在した。久留米地区には営業所施設はない。久留米線の運用車両は、やめ営業所から送り込まれ、折り返し時間調整は、やり水の折り返し待機用駐車場と、JR 久留米駅前ロータリー内で行う。 競輪場シャトルバスについては、西鉄久留米駅、東口ロータリーや久留米競輪場の構内も使用する。柳川地区では、かつては柳川市の西鉄柳川駅近くに柳川営業所を、世田谷駅前南側に待機用駐車場を設けていたが、路線網の縮小により2006年3月10日に廃止され、車両の配置は、やめ営業所に統合された。 大体として、世田谷駅前西側にあった JR バス山賀線の車両留置施設を引き継いで車庫とし、山川地区運用車両の留置、折り返し待機に使用している。運用車両は、やめ営業所と世田谷駅前との間で改装での送り込みが行われている。は、回数券、定期券発売窓口あり基本的に初乗り160円とされているが、来る目線のように、 西鉄バスとの重複区間がある路線では170円となったり、西鉄柳川駅周辺では150円となるなど、例外も多い。6歳未満の幼児が1人で乗車する場合は無料。また、保護者同伴で乗車する場合は、保護者1人につき幼児1人の運賃が無料になる。学校の休校日には、小学生100円、中学生200円均一で乗車することができる。 2009年9月から高校生も土日に限り200円均一で乗車することができるようになった。2017年4月1日、従前からあった身体障害者手帳及び療育手帳所持者に加え、精神障害者保険福祉手帳所持者に対しても、障害者割引を行うようになった。割引率は他の障害者手帳と同じが、半額、定期券は、 通常料金の3割引き。いずれの障害者割引きも、校舎時に障害者手帳、療育手帳を提示する。同じく、福岡県内の交通事業者である西鉄、筑豊電機鉄道、JR 九州バス、昭和バスと費を同じくしての導入となった。プリペイドカードや IC カードは導入されていないが、回数券、一日乗車券が発売されている。また、 全線で3区パスの利用が可能である。ハイヌ会駅前の待合所では、回数券とは別に窓口営業時間内のみ、金額式の切符を発売している。沿線のベンガラ村や、カンポの宿柳川の入浴券と往復のバス、乗車券がセットになった企画切ップも存在しており、こちらは回数券、定期券発売窓口で購入することができる。 西鉄柳川駅の定期発行所にある見本。色で区別される。最も金額が高く、割引率の大きい6600円券に関しては、ヤメハイヌ塚間の利便性向上のために2009年4月から新たに設定されたものである。地区後地区では、西鉄バスよりも早いうちに路線を開設し、ヤメ市、クルメ市、 柳川市を中心とする路線も応有していたが、現在は縮小されて、八女市内の路線が中心となっており、久留米市と柳川市における一般運行は一路線ずつとなっている。は、地域間感染系統として、国、福岡県、沿線自治体からの補助を受ける。八女市の福島案内所を中心に、以下の路線を運行する。 偏春線の平山温泉域を除きすべて、八女市中心部級八女郡市長の運行である。大半が山間部を運行することから、末端区間が、積雪や災害などで通行止めになることもある。この他にも八女学院高等学校スクールバスや、八女市予約制乗り合いタクシー、広川町ふれ合いタクシーの運行も受託している。西鉄バス仕様のバス停。 上部の社名のところに、堀川バスの社名と車掌を貼り付けている、久留米線久留米線90年代中頃までは、八女市内で、宅間電を経由する系統のほか、梅三つる、荒木経由の荒木線、三号線、広大付属高経由の八女線なども存在しており、八女線に関しては、急行便の設定もあった。また、西鉄久留米東口にも乗り入れていた。当時は、 やめ地区の路線と一体運用されており、一部は、久留米から羽屋線の黒木や、グリーンピアやめ、上広川線の小塩まで直通していた。現在は、久留米線と、久留米市からの運行委託による、久留米競輪場シャトルバスを運行している。また、幸成高校のスクールバスの運行業務も、行っている。久留米競輪のハーフラッピングが施された。 専用車両に私鉄柳川駅を中心とした路線網を持つ。1944年8月に柳川地区のバス事業者を買収、統合して柳川、田高地区に進出した。上述のように柳川営業所が統合されたため、現在は、やめ営業所から田高駅付近の車庫まで改装して運行している。かつては柳川ハイヌズカ間を結ぶ路線や、 世田谷福島間を結ぶ路線も存在し、1990年代半ばまでは、脱地区と路線がつながっていたが、現在は事実上柳川地区だけが離れ、小島状態である。また、国鉄佐賀線台体の急行バスとして、佐賀県に乗り入れ、西鉄柳川駅をまたいだ直通運行が行われていた時期もあるが、現在は取りやめている。この直通運行の取りやめにより、 西鉄柳川駅伊藤は、堀川バスの背高、柳川線、同駅伊勢は、西鉄バス、佐賀市交通局という1987年3月、以前の形に戻ることとなった。路線車は、富士重工製車体のイ須津オ型車と、富士重工業製車体の日産ディーゼル中型車が、多数を占めていたが、愛経高知、 ジェイバス製のイスズ車や火の三菱不走車も在籍している。2015年10月現在、中古で導入したと思われる西日本車体工業製の車両が復活している。なお2019年7月現在、エルガミオが最大勢力であり、ついでエルガ、レインボー HR、レインボー2の順になっている。1990年代末頃から、 大都市圏事業者からの中古車導入が進められ、川崎鶴見臨行バスを中心に、横浜市交通局、名古屋市交通局からの移籍車も導入されている。2010年代頃から、ワンステップバスやノンステップバスの中古車両の導入が増え、乗降性の改善が進んでいる。川崎鶴見臨行バスからの移籍車は、ウインカーチャイムがそのまま使用される。 また近年では、中古車導入の調達先が多様化されており、京急バスや西武バス、立川バス、松戸新京成バス、東急バスからも導入されている。路線バス事業の赤字基調から、路線バス向けの新車購入は、長年極力抑制されており、1990年代、初め頃までは、 貸切車から転用された改造車が路線車の大半を占めていたが、これらは現在すべて置き換えが完了している。また、国鉄や別線及び、佐賀線の廃止代替バスの運行を担当するにあたり、所要車両として、転換交付金により新規購入された路線使用車も存在したが、これらもすべて経年のため廃車となっている。貸切バス事業の上渡後も、 貸切車は少数残存している。また、広川町と八女市の乗り合いタクシー用として、トヨタハイエースも保有している。さらには、八女学院と、幸成高等学校のスクールバス用にトップドア車も、保有している。過去の車両、ありがとうございます。